今回はウチハサスケの受援状態にって〇〇だよねについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。黒ギャルみたいってばよ。だせえ。状態1はかっこいいのに早く捨ててよかったな。しかしてた頃のサスケも好きなんだけど状態2だけはだせえと思ってた。最終的にサスケ側の変化が少なくてよかったってなる。あのキモいカエルの手みたいな羽好きなんだけどなぁ。悪の女幹部みてぇ。簡易専任モードなんだよね。呪因ってどういう仕組みなんだっけ。15がオリジナルで戦術に由来する力らしい。これやったのかなり短かったけどやっぱり受けが悪かったんだろうか。イタチ戦まで使ってたってことは15巻分ぐらいになるから言うほど短くもない。あと作者は俺は好きだったけどグロいとかキモいとか言われたから消したって言ってた。黒い千鳥のかっこよさだけでギリギリセーフだろ。いかにも闇落ちって感じで活かしてたのに使わなくなって残念。口紅なければまだ。口のサイズいじればもうそれだけで十分すぎるマシさになってくれるな。キングボンビーみたいで悪そうでいいじゃん口紅。モノクロだと白髪だからまだ見栄えするんだけどカラーだとな。ジュインが侵食してるの好き。変身嫌い。羽はともかくだらしない体が一番嫌だ。このシーンだけでお釣りが来る。これ後から見返してみると戦術千鳥なんだよね。正直めっちゃ好きなのに評判悪くて悲しい。元がそうだからしょうがないけど口元がにんまりしてるのが悪い気がする。あのナルトとの対比としてはすごい好き。鼻筋に沿って常に歪んでる十字も正直ダサい。羽が手みたいでキモい。それがいい。最終的にサスケはリンネシャリンガンという目だけの地味な変化だったけどこの状態にのダサさを知ってるからそれでよかったと思う。視覚的にわかりやすく形態変化してるからパワーアップとわかりやすいのと異様感が好きではある。この異様感ワクワクしないのかよ。俺はしたんだけどダサいと言われててびっくりした。飛べたら嬉しかった。結局背中の翼は壁イグルくらいしかしなかったが。この状態でも回数的にはそんな出てなくない。オロチマル戦、デイダラ戦、イタチ戦で使ってるからザコガリ以外だとほぼ使ってたよ。借り物の力なりにイタチ戦やデイダラ戦で活かしてた気がする。スサノオあったらお役ごめんだけど。サスケはイケメン推ししてたからその分のギャップで気持ち悪いって意見も多かったのかもしれん。オロチマルの力に飲まれてる感あっていいデザインだと思うんだけどな。明らかにヤバめな力ってのがわかる。グロキも強化形態なの嫌いじゃなかったけど受けが悪かったのもなんとなくはわかる。顔かキモいのは状態1のジュインが顔に広がるのが格好良すぎた。ギャップもある。音の4人衆くらい角生えたりしてくれないと異様感とは言えないな。悪オチなんだから真っ当にかっこいいのも違うしな。キュービカとの対比は好き。正直めっちゃかっこいいと思ってたからネットではダサい扱いされててびっくりした。まあサスケ帯系ヒーローって感じで捉えてたらきついんじゃないかな。どことなく感じるギャルっぽさはほぼ口紅のせいだろうしな。黒ギャルサスケム15プラスオロチマルの戦術チャクラの劣化コピーみたいなもんらしいからな。ジュインさすがに普通の仙人モードに比べるとはるかに弱いんだろうな。羽は十字はさておき唇がいいって言われてるのだけは見たことない。キュービナルトと合わせてよくゲームに出てたイメージあるんだよな。だいたい最強技で変身とか隠しキャラとか。ここからだいぶ先の話だけどナルトの仙人モードがかっこよすぎるのがずるいと思う。熊取羽織でかい巻物。でもカカシ先生殺したくてうずうずしてた頃に勝る黒歴史ないだろ。これ以降サスケの格好自体はマイナーチェンジみたいな感じだよな。少年期から見ると地味に衣装変更が多い。ずっと気になってたけどこれってカエルモチーフなの？オロチマルボコした時に羽広げて羽ばたくタカがどうのこうの言ってたからタカかもしれない。異様感あっていいと思うけどな。キモかっこいい系なのはその通り。かっこいいとも思ったし口紅キモいとも思ってた。サスケが人間やめようとしてるって緊張感はすごいあったと思う。やばい感じがあるから医療的にはありなのかな。でもやっぱりあんまり好きじゃない。ジュインでどんどん人間やめていってる感じがおぞましくて好きだったのに結局2部でこの路線やめちゃって最後まで普通の人間スタイルなのがちょっと寂しい。もっとこう熊取みたいな感じになればまだいいと思うんだがどう見ても口紅なんだよなこれ。あれ記憶より見た目悪いな。唇こんなんだっけ。
仲間っぽいとか言われても誰の受印かを考えればその程度は我慢してほしいわね。がっかり噛んでるのは素のサスケがかっこいいからしょうがない。二部でも受印使ってるけど部分変身がメインだからオカマ顔にはならない。普通にかっこいいと思うけど成長後の状態には微妙だと思う。週末の谷がかっこよさのピーク。漫画で特に白黒だとそんなに悪く見えないんだよね。なんかカエルっぽいよな。嘘、受印状態1に対して受印状態2のパパダサすぎ。この頃の服装もなんかデブに見えるのが悪いとこある。服装っていうか筋肉が薄すぎて腹が出てるように見える。岸影様あまり筋肉ムキムキに描きたがらないせいかいろんなキャラで上半身裸になるとちょっとだるっと見える気がする。レスラー体型の A と B は違和感ないのに服着ててもだるっとしてる時ない？具体的には自害シーンのインナーだけになった柱間。まだ16とかだからしょうがないけど筋肉がなさすぎる。顔の十字も口紅もダサいし指みたいな羽はキモいし、半裸のまだらとか見た時も思ったけど安易にムキムキな体にはしないよね岸影様。週末の谷だとシチュエーションパワーでまだかっこよかったけど成長後はちょっとね。おっさん体型すぎる。わかりやすい闇落ち形態って感じで嫌いじゃないよ。少年編の服ならギリかっこよく見えた。これはなんかだらしない。だらしない抜け人ですまない。キモくて本当に苦手だった。見た感じやバラ浮いてるレベルのカリカリ体型なのになんか下膨れに見えるのはなんでなんだろう。相撲取りの回しつけてるせいだよ。色も悪いと思う。肌色だったらもっと気持ち悪くならないか？モノクロだと黒ギャルみたい。状態位置が良すぎるんだ。顔がプレーンなままなのも悪い気がする。他の奴らはなんかゴテゴテしいパーツついててそれがかっこよかったし。デブの丸々みたいに見えるんだよ。気軽に呪いを巻くな。音の4人は結構にでもいい感じなのに。やっぱり鼻の十字がダサい気がする。羽は黒くて好きだけど口紅がなぁ。褐色肌になる×手の翼三角髪が伸びる三角顔の十字×黒吉取20丸。こんなんでもチャクラが数倍に跳ね上がるぜ。なんでおててのカタチにしちゃったの羽。それ自体はむしろ異様感あって好きな要素なんだよな。顔がね、受印使えなくなったけどその後覚醒したスサノオがクソ強かったので特に困らなかった。そう考えると後半ほぼ本人の力で戦えてたサスケはやはり天才か。俺これ好きだったけどやらなくなったの悲しかったくらいには。正直あの千鳥の角度がかっこいいから好きだった。白黒の漫画だとそこまで嫌いじゃない。もうこっちには戻れない感あって好きだよ状態に。受印の元は戦術チャクラという後付け。戦術身につけられなかったくせに誰でも劣化仙人になれるもん開発してるオロチマルはやはり天才。後付けの割にはいい落としどころだよなと思った。戦術チャクラバランス崩れると変形しちゃうし。背中の翼も手羽先みたいでいい感じだよね。結構好きだったからネットでボロクソ言われてて悲しかったわ。唇がね、髪がね、翼がね、顔面の椎茸の切れ込みみたいなのがね。俺も結構好き。状態1の方が気持ち悪い。それサコンの前で言えるか？わかるわ。アニメだとあの受印がオタマジャクシみたいにうじゃうじゃ動いてるのがマジで苦手だった。不気味で悪役としてはいいデザインだと思うけどクールなライバルキャラとしてはちょっと微妙に感じる。クールなライバルが不気味な悪役みたいになったところがもう戻れない感あって好きだったんだ。当時子供ながらにこれはかっこいいんだ多分って思い込もうとしてた記憶がある。サブリミナルサスケやめろ。作中で貴重な飛行能力持ちなのにな。踏み越えちゃいけないライン越えて力を手にした感じが出てて結構好きでした。最終的に戻ってくること考えるとなくしたのも妥当だとは思うけどね。記憶よりだいぶ使ってた。無意識に記憶封印してたみたいだ。第一形態が死ぬほどかっこいいだけにね。個人的にはオロチマル取り込んだ後の蛇が生えているのも好きだったよ。帯と線で戦術しか効かないみたいな展開にするなら受印残しときゃよかったのに。15の体を B 線で取り込んでたからスサノオだけに受印発動だけするとかするのかと思ってたわ。まさかの GN 電池みたいな扱いになるとは。顔と中年みたいな体がね。岸影様が力の高さゆえの線の少なさと人体描写の整合性であんまり鼻のない筋肉になるんだよな。不自然でもバキバキに割れ線入れた方が見栄えはいい。
ここのパーツは悪くない気がするけど全部森だからなんかグロいというかキモい気がする。口紅だけなしとか顔十字だけ別のデザインにするとか手形の羽だけ別の形にするとかだけで劇的にはまりそうな気がしないでもない。4人衆を見てきっと硬そうな鬼みたいになるんだろうって期待してたら柔らかそうな手が背中から生えた上に口紅でがっかりした思い出。普通に好きだけど評価低くてびっくり。この携帯めちゃくちゃかっこよくて好き。激闘忍者対戦4で使いまくってた。蛇経由の戦術だから見た目がキモいのか劣化版だからダサいのか。タイヤが良すぎた。皆さんはウチハサスケの受印状態にって〇〇だよねについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。